日本東京都板橋区時和台時和台は東京都板橋区の町名。現行行政地名は時和台1丁目から4丁目。全域で住居表示が実施されている。郵便番号は174-0071。板橋区の南部ほぼ中央に位置する。南東端で石寺側に接する。東西に長く東側から1丁目、2丁目、3丁目、4丁目に、 分かれている。東側から時計回りに富士見町、双葉町、中板橋、南時和台、東、新町、上板橋、中台、前野町に隣接する。町域の北辺を、富士見街道、南辺を、東武東上線、一丁目の南東部を、東京都道318号環状7号線、三丁目を、東京都道445号時和台赤羽線が、通じている。 時和台一丁目及び二丁目は、東武東上線時和台駅北側一帯で、東武鉄道が1936年から1938年にかけて分譲した住宅地であり、商業施設、金融機関、区立文化施設も立地している。三丁目及び四丁目は、旧川越街道上板橋塾郊外の二十歳が、昭和初期以降住宅地化された地域で、 神板橋駅に近い四丁目西部は商業地域となっている。四丁目の板橋区立平和公園にはかつて東京教育大学宿舎が建てられていた。時和大駅北口はロータリーから放射状に道路が伸びており、大田区田園調布の街並みと比較されることが多く、板橋の田園調布などと呼ばれる。これは時和台住宅地分譲の際、東武鉄道が 当時の内務省都市計画課職員、小宮健一の設計を採用したことに由来する。小宮は海外の住宅地の例などを参考にして、地域を一周する波木道、袋工事、道路に沿った緑道を配置する設計を行い、日本では先駆的な事例となった。また、分譲時には住宅以外を建てないこと、敷地境は生垣にすることなどの建築協定が設けられた。 なお、この住宅地の敷地はもともと、東武鉄道が、東上鉄道との合併後、本線系統との接続を目論んで、西板線付設計画を立てた際、東上線からの分岐及び貨物つ車場の建設を予定していた土地であった。1932年に、同線の企業が廃止されたことにより、住宅地開発に転用されたものである。武蔵野第一成増台の高台に属する。 一丁目東部で石地側に向けて下り勾配となっている他はほぼ平坦である。住宅地の地価は2017年1月1日の工事地価によれば時和台二丁目24の後の地点で52万6千円平方メートルとなっている。板橋区内で最も地価が高い。廃藩地検実施前は武蔵区に島市牧場板橋村。時和台地域は地、原。 地向き屋敷などであった。上板橋村の鎮守、天根祖神社の時和の松に由来する。天根祖神社に伝わるりとに由来するとする説もある。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。時和大駅北口。ありがとうございます。